はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストしのです。今月号の How to do 画は可愛いを追求した作品を作っていきたいと思います。この可愛いの定義って人それぞれすごく違うと思うんです。なんだろうな、ブリブリの可愛いとか、もうミニマムな可愛さとか、飾りが可愛いとか、雰囲気が可愛いとか、色が可愛いとか、なんかね、いろいろあると思いますけど、僕はなんかこういろいろと考えたんですね、可愛いを。例えばガーベラとかもすごく可愛いじゃないですか。あとは今の時期だとスイートピーとかチューリップとかも可愛いですよね。ただ今回ね、器から入ってみようと思って、こういう器を用意したんです。今ここお花も入ってますけど、もうこのお花に関してはこれからちょっと説明をしていきます。こういう器ですね。こういう器はもうこのフォルムが大事なんですね。この器のフォルムが大事です。なのでものすごくこう難しいアレンジになりました。っていうのがもうね、ちょっと色の配分間違えただけですごく汚く見えます。なので今日はその辺りをね、ちょっと皆さんに見て、こうミニマムな可愛さっていうのを体感してもらいたいと思います。ではね、早速こちら今刺さってるここの部分の説明から始めていきます。どうぞ。はい、突然ですけど、ここまでねちょっと仕上げてみました。っていうのが、もうこれは今抜きますね。これ手まり草です。手まり草もこういうパーツ、そしてレースフラワーもこういうパーツですね。もうこういうパーツにしたものをここに一面にこう低く刺していくんですね。この作業は、もう敷き詰めるだけなんで、ここの分量を皆さんに見てもらいたいんです。ここにはこのページュアの葉っぱをね、しきりにこうつけてあります。ここの分量です。後ろから見るとこんな感じですね。ここレースフラワーですね。向かって左、正面がこういうふうに見ていくんで、向かって右がレースフラワー、向かって左が手まり草のこのマス、こういう状態でここにフェイジョアのこう敷居をねして、ちょっとレースフラワーを正面から見た時にちょっとこう見え隠れできるようにしてあります。これ今回フェイジョアの葉っぱ使ってますけど、これフェイジョアの葉っぱではなくて、例えばレモンリーフとか椿の葉っぱとか、何でもねいけると思います。とにかくこういう感じに、仕上げてください。ここからアレンジメントスタートしていきます。もうフォームはですね、ちょっとさ、ここから見えますか。フォームはこういう感じですね。これ中にフォームが入れてあるんでちょっと見づらいんですけど、もうここの器の中に少し低く、ここの器のギリギリまで、フォームをセットしてしまうと、こう刺した時に、こういうものを刺した時にこうより出っ張っちゃうんですね。それ出っ張るとこれかっこ悪いんで、ここはもうここの面ギリギリに花が来るぐらいの、ギリギリというかちょっと出るぐらいですかね、になるようにフォームをセットしていきます。ではですね、ここからスタートしていきます。はい、では次にこちらのアルストロメリアを刺していきます。これはねパーツに分けて刺していきます。こういう一輪ずつのパーツに分けていきます。アルストロメリアが入りました。こんな感じですね。見えますかね。後ろから見てもこういう感じです。はい、次にねこちらのこのお花を入れていきます。ちょっと名前わからないんで調べておきます。このお花ね、ちょっとこうアレンジの後ろ側にね刺していきます。まあ、これはねちょっと後ろからも見えるようにしたいんで後ろ側も綺麗に仕上げてます。はい、これね後ろ側のはよく見えるんでちょっと後ろ回しますね。この辺りにこのお花をね入れました。ちょっと名前が分かんないんで調べておきます。では前に戻します。はい、次にこちらのアルテルナンテラを入れていきます。こちらこういうフォルムの花なんですけれども、このようにお花だけをツイスティングしたものと、このように葉っぱがついたものには切り分けてアレンジしていきます。では刺していきます。はい、こちらアルテルナンテラがね入りました。はい、次にこちらのねこの猫目柳を入れていきます。これはねこうやってうんとこう溜めて溜めてこうカーブをねつけてあります。ここの器のこのカーブに沿うように入れていきます。はい、こちらねこの猫目柳が入って少しアウトラインがね大きくなりましたね。まあこれはアクセントラインの効果もあります。はい、次にねここのところにちょっとこう浮き気味にアルストルメリアを入れていきます。はい、こちらねこの浮いているアルストロメリアが入りました。はい、次にこちらのムラムラっていうねお花を入れていきます。はい、続きましてこちらグリーンのねスカビオサを入れていきます。はい、こちらグリーンのスカビオサが入りました。はい、次にこちらのクラスペディアをねアレンジに入れていきます。これで少しねアレンジの中に黄色が入っていきます。はい、こちらクラスペディアが入りました。はい、では最後にこちらのスネークボールを入れて完成とします。はい、こちらのスネークボールを入れて完成です。ではですね正面から見てみましょう。今回は特別にすごい裏も綺麗なんで裏側も見ていきます。どうぞ。はい、こちらの可愛いを追求したアレンジメントはいかがだったでしょうか。皆さんの中の可愛いと一致しましたかね。僕はこうミニマムな可愛さとやっぱりこう飾りの可愛さ、をこう追求してみたんですね。ただまあこの中で小さい、まあ、大きくても小さくてもアレンジのバランスって一緒なんですよ。だからこう小さくなれば小さくなるほど花材の大きさのバランスを取っていくのは難しいんですね。例えば今回入れてこのグラスペディアの、まあ、本当に小さいんですけれどもこれ一つでももうこのくらいの大きさのアレンジになると、まあ、結構なね占有面積というかを占めてきますよね。なので、まあ、そういうこのアレンジの中の、まあ、作品の中の分量ですね、色の分量、そこに気をつけていかないとこのタイプのアレンジメントは失敗してしまうと思います。なのでねそういうところ分量とかフォルムとか、そういうこと色の分量とかフォルムですね、形に気をつけて制作をしてみてください。ではですねまた来月アウトルという側でもお出しますし、フラワー TV もどんどんアップしていきますので、皆さんどんどんお会いしましょう。ではですね、またお会いしましょう。お会いしましょうっておかしいですけど、お会いしましょう。See you next time! だ